おかんから逃走中ということで、今回もこのおバカな少年を助けてあげようかなと思います。16ステージからですね。とりあえずこのゴミ箱、なんでそれだけでバレんの？それだけで捕まるのはちょっと。左側に本、この緑の本取れないんだ。これはカーペットは開く、緑の本は取れないな。右側ベッドに青の本、逆に直すってこと？これ収納して、違うんだ。あげる。机は？机に赤の本で、これでなんか3セットになった。これをあげる。あ、いったね。だから、いや、家に大穴開いてますよ。お、でそっから逃げると。いいのそれ？いいの少年？いいのそんなの勝手に作っちゃって。家にそんな、なんかゼルダとかでやりそうな仕掛けあるけど大丈夫？はい、17ステージ目。冷蔵庫には水、こっちの入れ物には猫じゃらし。右側、あ、猫がご飯が食いてえなって言ってるから、キャットフードがある。キャットフードだよね。で、食ったから水をあげて、違うか、猫じゃらしで遊んであげれる。水直す、違うな。お母さんが遊んでるよ。かわいいな。もうこれを見るとね、こういうの見るともう少年は黙って勉強してくれよって思うけど、じゃあこの隙にもうドアから出るってこと？もうさっきまでゴミ箱が倒れただけで気づくような耳してたのに、後ろを走る少年には気づかないと。18ステージ目。とりあえず汚れがめっちゃ気になるな。人形がある。人形の下にゴキブリがいるよ。取れるの。積み木は崩れる。おお、まあな、ゴミ箱倒れただけで気づかれるもんね。そりゃバレるよ。クマと、とりあえずゴキブリを取って、この箱は取れない。右側、ゴキブリを設置する。ゴキブリを置く。ゴキブリあげる。ぬいぐるみ。もう一個あんのか、左。この中に糸。ゴキブリに糸をつけやがった、こいつ。これをここに置く。奥、もうやめて、うわ、もうそんなん、もうさ、ゴキブリで自分の子供が遊んでたらさすがにもう嫌だよ。それはさすがに嫌だよ。19、とりあえず水道を出す。お風呂沸いてんな。沸いてる。左のこの中にストローか。ストロー、右側にはタオル。お湯張りの、切れただけ。ストロー、これあれか、忍者する。これ入ることによって、そういうこと？熱かったってこと？じゃあ先にお風呂のあのスイッチを押して、電源を切ってあげた状態で水を出して、熱くないところにストローで入ったらいいんじゃない？そんな熱かった？でも普通にお風呂沸いてるだけでしょそれ。別に40度とかそれぐらいなんじゃないの？そんな我慢できないレベルの温度だったの。まあ、子供だからね。冷たい方がいいんでしょう、プール感覚で。壺がいっぱいある。壺は持てるだ。腰を痛めた。まあ。腰を痛めるほどの重ったさなんならもう持たないでほしかったな。こっちちっちゃいのは取れる。花瓶は取れる。石像。右側とりあえず冷蔵庫には何もない。この、小麦粉。水は出ない。小麦粉入れる。小麦粉。待って、何をするんだろう。あげる。小麦粉かぶったってことこれ。小麦粉かぶったことによって石像みたいな見た目になって壺を持つことで、この見た目になることで壺を持って、このよこいつとの代わりになることで石像のふりをしてやり過ごすとか、そういうことかと思ったけど、石像取れる？違うな。そういうことか。花
ここで花を選択しなくて壺だったらバレなかったんだ多分。小麦粉かぶって壺だ。うん、明らかにおかしいと思うけどね。あ、そもそもこの家にこの石像があるのがもうおかしいと思うけどね。まあまあまあ、これでやり過ごせたならもういいよ。はい、21。うお、何この封印されたランドセル。ちょっと一回普通に撮ってみる。うお、今普通にちょっと鳥肌だった。とりあえずランドセルを触ったら幽霊が来るから、この中ない、右側。待って、ちょっと情報が多い。とりあえず陰陽師かな、この人連れてって、こいつをここに立たせて、あれ違うの、あ椅子に座らせる、あ違うな、え、じゃあ魔女取る、ま、だよね。いや、まあなんとなくそうだろうなとは思ったけど、え、じゃあどうすればいいの。とりあえずこいつを取ることは確定でしょ。え、関係ないもんね。え、こうじゃないの、封印解いてもらうんじゃないの、これで。おお、札に持ってったら取れるんだ。え、でも封印の札を取ったら封印解除されるから意味ないんじゃないの。あ、取れるんだランドセル。で、ランドセル取って、え、待って、取ったけど、ここでやっぱ真ん中が、おお、勉強するんだ。おお、え、これどうなのこれ。え、いいの、それでいいの、それでいいの。え、それでいいならもう全部それでいいじゃん。もう初めから勉強しろよ。初めからさ。はい、ステージ22。ハッピーバースデー。これは少年の誕生日ってこと？こいつの。風船はとりあえず取れるね。ダンボールは？何これ？ヘリウム。ヘリウムガス。風船にヘリウムガス入れてとかそういうこと？あー、これ多分ヘリウムガスで。あ、だよね。これで膨らませて、左は？あ、赤の、赤ってかピンク。ダンボールの中は何も入ってない。ん？持たせる。持たせる。これで浮くってこと？で、いいのそれ。それ、あぶ、おお、お前の家の天井広いね。降りるとき怖くない？でもそれ。おお、23ステージ目。なんかもう猫が、猫取ってくれと言わんばかりの。猫ダメなんだ、タッチしたら。ダメなんかい。何それ。とりあえず放置？あ、取れるね。右側は、おお、え、何これ？あ、猫の家？これ、ピンク色のやつ。かな？これは？このバネってか、なんかこのピンク色のやつは取れない。ゴミ箱は、これ、だよね？やっぱそうなんだ。やっぱゴミ箱はもう基本触らない方がいいかもね。ほうきを取って、この猫の家を取って、あ、なんだこれ？え、なんか椅子の下にある何かが取れない。これ横、チャットフード。あ、これ、ほうきで取るんじゃない？あ、だよね。何これ、え、あ、どういうこと、何これ。これ、猫の家にこういうのがあるの。俺、猫、飼ったことないから分かんないんだけど、こういうこと、あ、真ん中に作ってあげるってこと、猫の家を。あ、はい。これは、え、何これ、これはどうすればいいの。これはどこにあるのが正解なのこれ。こことか違うな。チャットフードを上に置いてあげる。あ、チャットフードあげるこれ。え、少年、え、でもここら辺やっぱ、ま、この家を取ったのがまず間違いだったのかな。家置いた状態でチャットフードだけ取れば、あのチャットフードこの中に入れれたとかそういうこと。チャットフードをこの中に入れる。あ、違うの？え、違うのか。え、違うの？じゃあこれ取るっていう選択肢は間違ってないってこと？え、ちょっと待って、じゃあ待って、じゃあ分からんぞ、今、ちょっと待って、全部が分からんくなった、ちょっと。少年は取れ、うん、なんも関係ないもんね。でもここに家をやっぱ設置できる、あー、そこ！あ、おお、入った。で、餌あげる。あ、餌関係ない、もしかして。ダンボール取る。あ、そういうことか。そういうことね。じゃあ、単純に俺がその猫の家を持ってった位置が悪かったんだ、たまたま。
真ん中じゃなくてちょっと上ら辺に置いてあげないとダメなんだね。はい、24ステージ目はもうおじいちゃんが出来上がってるね、お酒飲んで。左側はこれタンス、うわなんだこれ、うわ通帳だ、いいのこんなの取って。これはさすがにおこ、おーなんだ化けれるこれ、この草取れないな、これ取れない。これ座布団、座布団は取れる。え、おじいちゃん多分触ったらもうダメな気がするんだよな。座布団を置く、通帳関係ない、通帳あげる、座布団、あ寝た。これ酒を取る、酒を取っ、酒あげる、え、え、え、だから何だから、通帳おじいちゃん、え、この状態何これ、なんなのこれ今、ええ、あ、え、どういうこと、どういうこと、え、え、え、葉っぱ、え、え、ちょっと待って、え、なんで、え、なんでこいつに酒と通帳をやったら葉っぱがもらえたの。え、葉っぱあげる、化けれるってこと、これで化けれるどころか消えやがったこいつ。ちょっと待って、意味がわからない、意味がわからない。え、何このステージ、待って、謎すぎるんだけど、なんでなんで通帳と酒やったらあいつ葉っぱくれんのどういうこと。25ステージ目はまたおじいちゃんが寝てる。おじいちゃん、何これ、4時から町内会、ほう、これは紙は取れないか。リモコン、これリモコンでテレビつけて、あ、でも時計もあるな、3時でも、これ下はこれ何これ地下、あ、え、なんでなんでなんでそんな急に余裕しゃくしゃくになったの。リモコンで一回テレビをつけてみる、おお、それだけでテレビはもう完全にダメ。やっぱこの時計があれなんだろうな。本は取れない、時計でも3時に起こしても仕方ないよね。え、あ、置けただけか。おじいちゃんは触れない、時計もう一回、おー、あ、え、あ、時計もう一回押し、なんか4時になってなった。この布団、あ、なんだこれ、布団っていうか、え、これをどうするの、これあげる、これを、あ、この中に入るの少年、こういうこと、あ、落とし穴ってことか。で本読むんだ、で、いや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 、危ないって、マジで危ないから。もうお母さん猫と遊ぶレベルで可愛いやつなんだから、そんなことしないで、もう勉強しよう。食器棚がある、食器棚は皿、コップとか取れるね、コップだけが取れた。右側はゴミ箱、ゴミ箱はあんまりなんかやりたくないな、ここ置けない。これは、あ、もう一個右があるな、おー、なんかミキサーみたいのがある。冷蔵庫に牛乳とバナナ、これでまあ作れってことかな。はい、ほう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 、シェイクしてこれコップに入れる、ほうほうほう、で飲む、テーブルに置く、え、ほう、はいはいはい、は、え、だからまあまあまあ、そりゃそうだよね。それで成功したらもうなんかよく分かんなかったもん。もうバナナジュース、バナナミルク飲んで、まあよかった、いいよって言って、もう許してやるよ、美味しいからみたいな感じで逃げるのはさすがによ。これを作るっていう作業は間違ってないとは思うんだけど、ここまでね苦労するから。でゴミ箱がやっぱり倒して腐れた、あ、そういうことか、タバコ、え、タバコ拾った、あ、タバコ、え、もう分かったわ、分かった、もう分かった。まあこれは要するに、まああの腐れたバナナをミキサーかけて、それをお母さんに飲ませて、もうお腹を壊させようと。クズだなお前、俺お前のこと嫌いだよこれはさすがにもうさ、やめて、だってゴミ箱に入れてんだよ、それ出すなよそこは逆にさ、いいバナナ開けて機嫌を取って勉強しよう。27、洗濯物はとりあえず、え、おー、触ったら多分これ隠れようとしたのかな、お母さんが早かったね。もうなんかもうさっきバナナミルクのゴミみたいなのを食わされたからね。左側はこれ窓は何も、あ、開いた、洗濯物か、左側とりあえず開けてみる、あー、洗濯機入れてあげたらいいじゃん、ほうほう、洗濯したんだ。で右側のドアはおじいちゃんでした、これ怒られるんでしょ、
ほら、もうおじいちゃんって罠だから、ただの。とりあえず洗濯をしてあげることはいいことだから、洗濯をして、で洗濯干す、洗濯畳む、ほう、あ、2段あれば隠れるだろうっていうやつ。いや、まあバレるわな、それはバレるか、普通にバレるかそれは確かにちょっと調子乗ってた。じゃあこっちのハンガーの分も取れるか。で、あ、そういうことか、ハンガーのかかってる分も合わせて、これ全部畳んであげて、ほう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 、で隠れると。なんかバレそうな気するけどね、あんま変わってなくないそれ。まあでもこれに関しては洗濯物を畳んであげてるんで、まあちょっといいでしょう、この逃げ方は。28、謎の四角いボックスは触れない。右側は段ボールが2個、とりあえず開けてみる。ガムテープ、外はお母さん、外はお母さん、もう分かっていたよと、あなたがそこの窓を開けることは。とりあえず段ボールからガムテープを出す。右側の本はめっちゃすっごいね。ほうほう、机は椅子、お、なんだこれ、なんだこれ、両面テープかな。こっちの本は取れない。両面テープ、やっぱこのなんか四角い箱がなんか関係あるん？まあでも最終的には多分あの状態がクリアになるんだろうな。段ボールはもう取れない。段ボールをなんかこうすることはできない。窓を閉める、まずここ、ここのドアを閉める。あ、これダメダメダメ、え、ドアは開けれんのこれ。開けれるな、出ればいいじゃんここから。え、あ、出れないんだ、え、あ、そう、あー、そういうこと、怖ー、今びっくりした、ちょっと、そういうこと、ドアは開くんだ。でこっちの、あ、じゃあこれ両面テープじゃなくて、ただ単にこれ透明なテープってことかな。で、ここで本を取っておいて、お母さんをおびき出すわけだ。こうね。はい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 。サランラップとかでやってるのをちょっと見たことあるわ。で、これで本を余裕しゃくしゃくで読んでやって、お母さんが突っ込んできて、いやもう、これはね、これはちょっと思いつかなかったわ。うん。29、ランドセルは取れ、なんだこれ。太郎くん、電話12345678。太郎くん、電話番号簡単すぎてめっちゃいたずら電話かかってきそうだよね机は、机は何もない。右側は冷蔵庫にオレンジジュース、なんで、食器はコップが取れてオレンジジュースがなんか勝手に入れた。左側タンス、チョコレート、ん、接待すんの、一回机に置いとく、はいはいはい。で電話かける、下は赤、あー、やべえ、太郎くんにかけないの、え、あれ、なになに、え、え、なんだなんだなんだ、ちょっと待って、わからんかった、今意味がわからんかった。とりあえずテーブルに置いて太郎くんに電話をかける。あーね、お菓子とジュースがあるからすぐに来て、お、え、あ、そういうことか、そういうことか、友達がいるからさすがに怒れないよね、お母さんも。はい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 。でも友達帰るんでしょ、友達来た意味ないよね。はい、30、ラストステージですね。ダイヤモンドは取れるんだ。これなんか宝石箱みたいなのが3つあるんだけど、これは何もできない。左側の水槽になんかサファイアがある。サファイアはなんで、これどうやって取るの、草は下、あ、なんか違う気がするな。これハンマーでぶち破れとかそういうことをさせようとしてるでしょ。多分違うよ、これ。水を抜く方法がどっかにあるはず。虫網。あ、単純に腰割るのか、これで。はいはいはい。よう入ったね、それよくこのダイヤがこの中入ったね。どうやってねじ込んだの、初めから入れてから作ってんじゃん、それ。で、じゃあこれ網で取るんだ。はい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 。で、サファイアを取ると。で、まあ入れる。ん、え、どういうこと、え、え、ちょっと待って、ええ、待って、意味がわからない。え、どういうこと、警報が鳴った。警報が鳴った。え、お、ま、え、え、え、なになに、え、で今ガラス、あの鏡を触ったら警報が鳴った。またハンマーでこれ壊しゃいいんじゃねえの、無理か、ハンマーでガラスを壊す。え、うん、でもこの貯金箱やっぱ壊して、これ取るのとか間違ってないと思うんだけどな。うん、この植木鉢は関係ないか、これ取る、ハンマーで水槽、やっぱ壊れるのか、
お母さん来ない？あ、普通にダメだった普通にダメだった。まあそれはそうですよ。それはもうそれはブチ切れるよ、お母さんも。何逃げるためだけに水槽ぶっ壊してんのって。多分これは間違ってない。で、これ直す。なるもんね。入れる箇所が実は違う説ある。こことか。あ、勝手に入るね、真ん中に。やっぱガラス壊そうや。え、違うの？ここら辺反応しないもんね。え、置く順番とかってこと？青から置く。あ、そういうこと。今いけたね、これ。左から順番に置いていけってこと？はい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 。で、で何？え、で何？で？え、な、で何？何をするので？で、鏡？え、あ、どういうこと？あ、え？意味がわからないって。まあ、そういう仕掛けだったってこと。じゃ、ダイヤを守るための警報装置じゃなくて、ドアのあの奥に不法侵入させないためのトラップだったってこと。まあ、左から順番に置くっていうあれにならなかったな。なんかなかなかそういう思考回路にならなかった。とりあえず30クリアしたけど、次のステージってまだあるの？おな、え、何これ、え、どういうこと？おかんから逃走と、なんか、もう男からの脱出っていうのがあるんだけど。え、ちょっと待って、一回戻ろう。一回も、え、どういうこと、どういうこと？え、待って。あ、ちょっと待って、え？おかんから逃走は終わったの。あ、おかんから逃走は終わったけど、もう男からの脱出っていうのが、20あるんだ。え？何それ？ニュー新作って書いてる。え何、もう男からの脱出って。まあまあまあ、とりあえずじゃあおかんからの逃走中は、全クリしたということで、まあとりあえずね、この少年はまあいろいろもうなんか普通に勉強してほしいけどね。うん、もう普通に勉強して慶応大学に、慶応とかだったよね、確か慶応なんかだよね、慶応大学卒だもんね。行ってこい慶応に、お前は。もうそこまでの悪知恵が働くならいけるよ。うん。まあ、とりあえず、おかんからの逃走中は、クリアしたということで、まあ、今度、もう男からの脱出をね、今度やってみようかなと思います。はい、ということで、今回はここら辺で、ご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。